とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきたいと思います。いつものごとく10周やっていきたいと思います。で、10周で出なかった場合、は、プラス2周いきます。最大12周ですね。なかなか時間かかりますので、それぐらいやっていきます。頼むよ、いいの来てくれ。まず1周目ホーク、まあいらないかな。真ん中にね、いいエンチャが重なりすぎてるね。し、黄金も衝撃や旋風かよろしくない。ベールも別にいらないし、スペルバウンドもいりませんね。これアンチャンティングついてるから、高難易度でワンチャン使える可能性が、いや、ないかないかわかんない。まあいいや、とりあえず、今回はダメです。2周目、いきまーす。2回目。まず殺戮はよろしくないね。このエンターテイナー。あ、でも、エンターテイナーでも、ユニークの方でもトルバドゥールでも変わらんか。そんなに負のステータスのマイナス 30% だからそこまで変わらんかな。どっちでもいいか。カメ、クールダウンなし。まあポーションバリアもないしね。ヘルスシナジーもついておりません。ダメですね。では3周目いきましょう。3周目な、え、なんか同じようなやつで出るな。呪いの斧の、エンチャントよろしくないかな。あ、影か、こっちは。まあ、いりません。ハイランドも、もちろんクールダウンがついてません。呪いの斧使えるか？重力、リフレッシュ、旋風、クリティカル。微妙かな。今持ってるやつの方が良さそうですね。よし、じゃあ4周目です。いきましょう。4周目、闇のアーマーまずいりません。バーストゲイルはちょっと欲しいかな。なんだ、惜しい惜しいね。これもともとロールチャージついてるから、クールダウンショットがつけば、クールダウン編成が成り立つのよね。で、それプラス、バーストボーストリング、これついてんだわな。よかったな。で、さらに、それに、虚無弱体化がつけば、かなり立ち回りやすくなるので、弱体化までついてる。惜しい。惜しいよ。で、監修は、いらないかな。チェーンがね、あんまり個人的に好きじゃないので、使いません。はい、次行こう。押し、どうだ。なんか今日装備かぶり多いね。装備かぶりがなんかものすごい多い気がするんですけども、まあまあ魂のハンダークロスボウはエンチャがまあよろしくない、いらないですね。太陽の愛、あ、重力1、あー、いや、いらないかな。意外と使ったら強いかなとも思ったんだよね。でも多分弱いな。回復はついてていいと思うんだけども、輝き1よりもやっぱり吸血がいいんだよね。で、吸血がいいから、誕生終焉とか心奪うものは強いんだ。輝き1は多分弱いな。呪い、ダメだね。いいエンチャはついておりません。では、またまた呪いの王の出まくらん今日。めちゃくちゃ出るんだけど。まあ、グリーンメナス。ダメですね。狙ってるんだよね。グリーンメナスも。一応狙ってるんだけども、出ないです。破滅。よろしくありません。呪い。ちょっと待って。ちょっと待って。旋風ばっかり使う？黄金にさ。黄金に旋風ばっかり見るんだけど、気のせいじゃないよね、これ。いや、いらないよ。まあ、下のエンチャは惜しかったね。
リフレッシュついて、重力もついてる。で、真ん中が、そうね、アーティファクトシナジーとかだったらよかったのかな。まあまあ、次行きましょう。もう呪いの斧出なくていいからね。どうだ、取るば。クールダウンなし。スペルバウンドもなんか今日2回目かなんか同じやつ見るな。ファイアボルトいりません。スペルバウンド。いやー、いらないでしょ。うん。いらない。次。どうだ？ダメだ。ダメだ。いいの出ないな。本当に。クールダウンがまずつかないし、ポーションバリアもない。ダメだな。あと何回かしかないね。行きましょう。9回目。魂フィストはいらないね。ミステリーいいの欲しいな。頼む、ミステリー頼む。全然良くない。全然良くない。反逆者は、どう？クールダウンがやっぱつかないね。どうした？全然ダメだ。次がラストだね。10回目。出なかったら2回プラスか。頼む、出てくれ。お願い。ラスト頼む！頼む！これだったら、ハープかな。ハープぐらいしかないぞ。守護者いらない。あ、でも、クールダウンショットはついてるんだな。ハープお願い！ダメだ。ダメだ。月のダガーはどう？虚無一？鋭利、クリティカル、リフレッシュ。いやー、良くない気がするなー。良くない気がするよー。じゃあまあ、あと2周。いきます。頑張ろう。11回目、よし！よし！あ、でも、星夜、めちゃくちゃいいの持ってるんだよなー。あれ以上のやつはなかなかないんじゃない？どう？クリティカルに追い打ち。リフレッシュ、あれ、いいぞ。いいぞ。でも、クリティカル2か。悪くないんだけどね。こっちも、リフレッシュ、追い打ち。あ、でも、爆発1だもんね。下のエンチャントは、いいね。リフレッシュ、追い打ち。アーティファクトシナジーで、なかなか、いいな。ああ、でも星夜もこれいいかもね。クリティカル2でしょ？ 2 は確かクリ率、15% ぐらいかな？ああ、悪くはないか。で、リフレッシュ、虚無、追い打ち、重力でも選べるね。ああ、いい。オッケー。ゲットです。なかなかいいんじゃないですかね。クリティカル3だったらね、もっと良かったけども、ゲット。ラスト！微妙だな。まあ、シメグか。まあまあいいや。シメグどうだ？旋風 1？ 衝撃派？いやー、使わんかな。使わんかな。旋風3だったら、いやー、でも使わんな。なるほど。クールダウンついてる。いや、ついてるけども、よろしくありませんね。いらねえな。はい、ということで、今日は12周合計でやってみました。星なき夜はまあまあ良かったけども、あとがね、全然ダメだったね。なんか途中、呪いの斧ゾーンみたいなのがあって、ちょっと地獄だったけども、まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。